ダガーさんが着替えてる最中、うまく反対側を向けばダガーさんの着替えシーンを見ることができるんじゃないかと。ダガーさんがね着替えているところをぜひともこの目で見てやろうじゃないかという、女の子のすっぱだかが大好きなドエロスの野郎ども向けの動画となります。おハロー、名もなき光の実況者ルーダスです。さて今回はファイナルファンタジー9のとある企画動画をやっていくんだけど、企画内容についてはまあまず内容を見てもらおうか。今見てもらえば分かった通り、袋の中からダガーさん、いや服を着ていないすっぽだかのダガーさんがね出てくるわけなんですよ。で今からダガーさんが服を着るってわけなんだよね。はい、あえて今回触れなかったんだけど選択肢が出ましたね。こちら側を見ていると反対側を見ている。そう、ダガーさんが着替えてる間反対側を向くことができるんだよね。で自分は考えました。ダガーさんが着替えてる最中にうまく反対側を向けばダガーさんの着替えシーンを見ることができるんじゃないかと。というわけで今回はダガーさんがね着替えてるところをぜひともこの目で見てやろうじゃないかという、女の子のすっぱだかが大好きなドエロスの野郎ども向けの動画となります。さてダガー様が着替えているところをうまく振り返ってダガー様の着替えシーンを見ることができるかな。さてここからは反対側を見るのを選択肢を選んでいくんだけど、選択肢結構短い間しか出てないから、まずはすぐに反対側を見るを押す。ここだ。 あれなんか向こういた。あいつあれ、あー、その場で止まって反対側向かないんだ。てっきり自分その場に留まって反対側見るかと思ってたんだけど、あー、なんだ向こう行っちゃうのか。くそー、あー、こっち向かないでねって。うん、ダガーさんの方向くのが今回の動画の目的なんだけどね。あー、でそうなっちゃうか。要はタイミング早すぎたってことか。うーん、なるほどな。あのね、失敗して最後のセーブデータから戻るとなると、あのギザマルックっていうボスのところからやり直さなきゃいけないから、まだここまで戻ってくるのちょっと面倒なんだよね。だからできればここでもう決めちゃいたいところだね。まだよ、ここだ。あは何やってんだよスタイナ、何そのまま直進してんだおめえはよ。ダガのところ通る際ちなみにしてダガの着替えシーン覗けよお前。よし、今度はもうちょっと遅く押すぞ。まあでもあんまり遅すぎるとダガーさん出てきちゃうからね、ほんとギリギリを狙わないとね。ここは、間に合わなかった。おのれダガーさん。まあ大体3秒から4秒ぐらいか。超絶ギリギリのタイミングで押さないとダガーさんの着替えシーン見る前にこの堅物の差が通り過ぎちゃうからな。え着替え終わんの早くねダガーさん。この俺のドスケベな変態心を察知して高速で着替える術を得得したか。やるなダガーさん、次行こうからは忘れてくれよ。さて今回こそ決めたいね。ダガーさんの高速着替え術発動しないといいな。僕だ。ええ俺押したぞ反対側を見る。えダガーさんが着替え終わる方が 0.01 秒早かったと。マジかよ。さてできればもうここで決めたいところだなっていうのは前回も言ったか。超絶ギリギリでは着替え終わるってのはさすがにちょっとよろしくないね。でも次こそは俺が勝つ。さあ勝負だダガーさん。はい。また負けただと。え
俺さ、ダガンさんが着替え終わる直前のもうほんと超絶ギリギリのタイミングでね、ボタン押したんだけどさ、この堅物スタイナーがさ、向こう振り向きやがらないんだよな。普通は振り向くのが正解なんだけどな。女心分かっていないブリキ人形め。分かってないのは俺の方か。それにしてもな、ギリギリのタイミングで押せば、ま、もう着替え終わっちゃってるし、ま、ちょっとでも早ければあのブリキ人形通り過ぎちゃうしね。これだけやってね、失敗するってことは、着替えシーンを見るエロシステムっていうのは搭載されてないのかもね、このゲーム。まあ、そういうエロ展開期待していたんだけどな、俺。しょうがない。ダガーさんの着替えシーンは、妄想でゆっくり堪能させてもらいます。今夜の夢は楽しいものになりそうだ。